皆様、えー、また API 地形学オンラインサロンの時間がやってまいりました。えー、土曜の朝からですねあの、またお集まりいただきましてありがとうございます。えー、アジアパシフィック・イニシアチブ情勢研究員で、東京大学の鈴木でございます。 と今回はですねあの、まあ、API の創立10周年ということで、あのタイトルの方にもあの記しておりますが、このシンクタンクができてからです、ね、10年経ちまして、でまあ、その記念の行事が、まあ、この1週間ぐらいあのいろいろと行われることになっておりますけれども、えーまあ、この、まあ、10周年ということですのであの、ちょっと普段とは違ったフォーマットで、まあ、お送りしたいというふうに考えております。 あの常に、えー、これまではです、ね、あのゲストをお一人お,お招きしてで1対1であのやってまいりましたけれどもきょうまうちわといってはなんですがこの API のです、ね、研究士官を務めてらっしゃいます、えーまあ、細谷雄一さんとそれから同じく API の、えー、MSF というこれ、ミリタリー・ステーツマン・フォーラム。 というあの組織あのそういう,う,うこうプログラムですけれども、この MSF のエグゼクティブディレクターをやってらっしゃるジムボケンさんをお招きして、提談方式であの進めていきたいと考えております。えー、細谷さん、ジムボさん、今日はよろしくお願いいたします。 であのまあ、細谷さん、ジムさん、改めてあのご紹介するまでもない方々だと思いますが、えー、細谷さんは、まあ、現在あの、API の研究士官であり、まあ、かつ慶應義塾大学の法学部の教授でいらっしゃいます。で現在、ケンブリッジ大学の訪問研究員ということで、今、あのイギリスの方にあにサバティカルで、えー、行ってらっしゃるということで、えーまあ、あのもうこれまでもさまざまなあの政府員等をご 来陸されれてますすけれども、えーまあ、特にですね安全保障と防衛に関する懇談会ですとか、えー、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の委員をやられて、えーまあ、国家安全保障局の顧問会議の中にもあの参列されていたということでさまざまなこのおまあ 政府のです、ね、養殖を務められてきた、まあ、そういう方でございます。で、あの神保さんは同じく API の、まあ、ミリタリ・ステーツマン・フォーラムのエグゼクティブ・ディレクターとして、まあ、現在、あの同時に慶應義塾大学の総合政策学部の教授でいらっしゃいます。で、まあ、あの神保さんもです、ね、同じくこう政府のさまざまなあのお仕事に携わっていらっしゃいまして、あの防衛省の参与ですとか、安全保障、 国家安全保障局の顧問、外務省の外交政策評価アドバイザリーグループなどの委員を歴任されております。で、えー、今日はあのこのお二人をお迎えしてです、ねえーまああの、やはり、まあ、ロシア・ウクライナ戦争、まあ、こ,この問題、やはりこ,の、まあ、これからの世界にです、ね、大きな影響を与えるであろうと。 いうことで、まあ、連日さまざまな形であの報道されているので皆様もあのまあ、いやいや職小気味かもしれませんけれども、まあ、特にですね今日はこうしたお二人のですねあのまあ、日本外交日本の安全保障にも関わるようなお仕事をされている方々でもありますしまたこの API としてですね、えー、これまであの広くさまざまな研究に関わってこられたお二人をお迎えして、えー、まあこのおえ 今後の国際秩序がどうなっていくのかということについて、まあ、お話を伺っていきたいなというふうに考えております。でえーまあ、あのいつももの通りですけれども質問はあの この下にあります Q&A のボックスですね、こちらの方に投稿していただきまして、でそれをま,ああのまとめる形で、皆様に、あの皆様からいただいたものを私が読み上げる形であの質問を進めていきたいと思います。あの話をしている最中でも結構ですので、どんどん書き込んでいただければ幸いです。えー、それではあの早速、中身に入っていきたいと思いますが、 えー、まずはやはりあの10周年記念ということですのでこの API この API がこれまで10周年10年間をまあやってきた、えー、その中でですね、まあ、細谷先生それからジム先生それぞれこの API とどういうふうにか、まあ、関わってきたのかということと、まあ、その API というのはあのお二人の目から見てどういうシンクタンクでそしてまあ今ここにあの 至るまでにですね、何を成し遂げたのか、どのような、まあ。社会に変化をもたらしたのか、まあ、そういった、あの、この A. P. I. 像みたいなものっていうのを、少し、あの。ご紹介いただければと思いますが、まずは、あの、細谷さん、簡単にお願いします。はい、あの、スイカズさん、ありがとうございます。あの、A. P. I. については、おそらく、あの、鈴木さんが。 一番奥のプロジェクトを参加していらっしゃったと思いますので、まあ、後ほどまた一言おっしゃっていただけるんじゃないかなと思いますけど、やっぱり2つの特徴があったと思うんですよね。1つはあのインデペンデントであると、まあ、これはあの最近あのウクライナ戦争まあロシアウクライナ戦争でも あの防衛研究所はかなり注目されておりましたけど、やはり日本は防衛研究所であるとか、あるいは日本国際問題研究所、あるいはリエティ経済産業研究所のように、まあ、官庁系、えー、あるいは官庁と深いつながりを持ったシンクタンクがあの主流だったと思うんですよね。その中で API は一貫してあの政府から助成金を得ずに、独自の見解を出すということがあったと。 でもう一つの特徴は、これはあの1点目とも関係していると思いますけれども、まあ、これはあの札橋洋一理事長の強い意向で、やはり検証ということ、政府の政策を検証していこうと、まあ、これはインデペンデントでなければ、やはりこの検証というものに信頼が生まれないと思いますので、まあ、鈴木さんも深く関わってらっしゃった福島の原発の問題もあれば、あるいはコロナ、まあ、これも鈴木さんがかなり中心にいろいろとまた参加してらっしゃいましたけれども、原発の,あの報告書と、あとはコロナの報告書。これはやはやり とってもあの非常に大きな貢献だったと思います。はい、ありがとうございます。あの神保さんいかがでしょう？はい、あのありがとうございます。あの細谷さんからあの全体のこの api の意義についてあのお話しいただいたので、私はちょっと個人的な関わりをお話ししたいと思うんですけれども。 まあ過去10年にお,およそ2つの領域から私5つのプロジェクトに関わったということが発見しまして、まあ、の1つはあの日本のグランドストラテジーについて考えるグループで日米戦略ビジョンプログラムというのがあるんですけれども2010年代初めの安全保障戦略について考えようというプロジェクトで まあその成果はですね、あの静かな抑止力と題する政策提言として、えー、日米両国で発表されたということをやりました。でもう一つはこの派生系といえるプロジェクトなんですけれども、あの現代日本の地政学というあのグループがありまして、まあ、それであのあのリーダーとして研究会を組織して、えー、この地政学と経済を取り入れて、協調を出版しました。こちらにあるものですね。 で、もう一つの領域は、あの、細谷さんが今おっしゃられた、この API が得意とする検証メソッド、制、え、作、ー、当事者にインタビューを重ねる検証メソッドこそ、まあ、数ある日本のシンクタンクの中でも、 api が確立したこう独自の手法だったようにあの思います。まあ、その中で、一つは、民主党政権の三年三ヶ月を扱った。この検証民主党政権というあの本を出版して、その次に、第二次安倍政権の七年八ヶ月を扱った。この検証。安倍政権という <laughs>。両方ともやったんですけれども、まあ、とても貴重なあの経験でした。あの民主党政権の際には、関係者二十七名、えー、安倍政権の際には五十四名のヒアリングを実施して。まあ、でき 出来上がった本ということなんですねあのこれらの、まあ、プロジェクトを支えたのはあのもちろんこの船橋理事長の強いリーダーシップ、まあ、まさにこの関係者に電話でアポを取る迫力ですよね <laughs>、まあ、それとあの膨大な事務局とインターンら API のやっぱりその総合力としてのスタッフの労力があの非常に大きかったと思います、まあ、あの規模はもちろんあの小さいんですけれどもでも社会に対する出力は非常に大きかったという特徴があったように、えー、思います。 はいいありがとうございますあの先ほど、あの細谷さんからもおっしゃられたように、あの私もこの API は、まあ、実は多分、神保さんや細谷さんよりもよりなんか長い経歴がありまして、まあ、この API というのが、あのおまずは、えー、日本再建イニシアチブって RJIF、えー、という名前だった頃まあむしろ <laughs> RJIF ができる前ですね、あの福島原発の 時にあの検証をやるということで、まあ、それがきっかけでこの、えー、シンクタンクができる、まあ、そこに立ち会ったので、あのまあ、それ以来のお付き合いということですから、まあ、そう相当長いんですけれども、まあ、やっぱりあの、細谷さんおっしゃったように、やっぱりこう検証っていうのは、これまであの、まあ、何か事故とか問題があると、調査委員会っていうのはやったんですけど、 あのそれってやっぱりこう提言をして出しっぱなしで終わるで、それをチェックする仕組みっていうのはない、日本ってあのあの国会なんかもそうですけど、予算委員会はすごい一生懸命やるのに、決算委員会って全然真面目にやらないんですよね。要するに、やったことのこうなんか始末をつけるっていうことってすごい大事なことで、それをまあ多分やることがここまで他のところではなかったのが、まあ、おそらくこの API がやった、まあ、一つの大きなあの実績というか、あの 貢献社会的貢献だったんだろうというふうに思いますし、また、あの、神保さんが関わられたそのグランドストラテジーですね。やっぱりこう、非常にスケールの大きい、まあ、ビジョン、なんていうか、あの、しばしばシンクタンクっていうのは、個々の政策に対する、こう、処方箋みたいなものを書くっていうのを、こう、期待されてる部分ってあると思うんですけど、 多分その個別の処方箋だけをいくら書いても多分、体全体は良くならないみたいな、あのこうこを貼っていってもけがが治らないみたいなところがあって、やっぱりこう全体像としてその部分最適ではない、全体最適なものっていうのをこう、まああえー、考えていくっていうのがこの API の一つの特徴だったのかななんていうふうに私も思っています。でまあ、ちょっとまた、うちゃ話ばっかりで恐縮なんですけれども、この API はえっと7月1日にあの六本木にあります国際文化会館と合併することになってますが、まあ、新しい組織において、まあ、私も純吾さんも細谷さんも何らかの役割を担うことになっている予定ですけれどもこの新しい組織ってどういうふうになるのかっていうことの期待とかあの、えー、どういうイメージで、えーこ,のまあ、こ,れこれまでの,の API が変わるのか それとも何か新しい何かプラスアルファがあると期待されているのか、まあ、あるとすればどんなことなのかっていうのをまあ一言ずつお伺いできますかじゃあまずはジモさんからお願いしますはいあのこの合併の話を聞いた時にあの大変驚くと同時に、まあ、いろんなこのシンクタンクのこの歴史というかに思いを巡らせる時間が ありました。で、あの、補正さんが今滞在されてる、まあ、イギリスですね。で、あの、イギリスには、あの、王立国際研究所っていう、チャタムハウスと呼ばれる、あの、シンクタンクがありますけれども、これが、まあ、できたのは、あの、第一次世界大戦後のパリ講和会議の会ですね、に考案されて、まあ、これから、あの、イギリスのまさに対外政策を世界的な規模でこう考えていくという、こういう、 あの医師のもとに作られたんですけれども、まあ、このシンクタンクが初期に躍進するきっかけになったのは、このルーベン・ウェルズ・デナードさんという方、あの事前フィランソロフィーの方がいたんですけれども、彼がこの1923年に購入したこのセント・ジェームズ・スクエアの建物の寄付だったんですね。で、その,その建物の中でこう知的交流がまあ発展し、そこからこの4年後の1927年に、 まあ、今日の知的交流の基盤ともいわゆるいわゆるチャタムハウスルール、つまり皆さんのこの発言というのはもちろんいろんなところであの紹介していいんだけれども発言者の誰が言ったのかということに関しては伏せておく、こういうルールを確認し合うことによって政策的な議論というのを遺憾なくできるというこのまさにカルチャーが生まれたということだと思うんですね。それを生み出したのはやっぱりこう建物だったとっいうのが大きいと思います。イギリスはそういうい建物が例えばウィルトンパークとかですねこれウ ストサセックスにあるお城ですけれども、まあ、そこで本当にリトリートのような形で、まあ、じっくりと政策の議論に集中するという環境を作るっていうのは非常に重要だったと思います。で、あの、オランダのハーグにあるクリンデンタル研究所っていうのは素晴らしいところあるんです。けれども、これもまた。あの元々は1980年代に。 5つの機関がこう合併したできた組織で、それでクリンゲンタルエステートという荘園みたいなところですけれども、まあ、17世紀の邸宅の中にこのシンクタンクを作ったということを考えても、この世界のシンクタンク、あの議論の場と知的交流の場を非常に大事にしてきたという歴史があるんだと思うんですね。まあ、そこにあの議論の緊張感が生まれて、まあ、政策に対するこの責任を伴うという感覚が生まれ、そして良質のこう政策コミュニティが生み出されると。 いうことを考えるとですね。まあ、今回の合併っていうのは、こういうこうシンクタンクの文化を日本からこう生み出していくという最大の契機になりうるんじゃないかとさえ、あの私は思っていて、まあ、非常にあの期待をしているというのが、私の現在の実感でございます。はい、ありがとうございます。大変前向きなお話で、あの星谷さんいかがでしょう？はい、あのまあ、我々3人はおそらくあの。 どういうことを記載するかということと同時に、まあ、今の神保さんのお話もそうだと思うんですけど初心表明演説どういう,うにしていきたいかということでもあると思うんですよね。であの今ンボさんとても大切なことをおっしゃっていただいたと思うんですけども、まあ、建物というものが象徴であると。で我々の記憶っていうのは例えば会議に参加してもチャタマハウスもクリーンガインダールもそうですけどやっぱり建物のイメージってずっと残ると思うんですよね。ですからその何かを思い出すときにその建物というものが何か象徴する。その意味では API が こういった国際文化会館という建物と一緒になるというのは非常に大きな象徴的な意味があるもっと言うとあのオックソード・ケンブリッジであるとかチャタン・マウスもそうですけどあとはあのそのロンドンにいろいろなジェントルマンズクラブってありますけどもあのコモンルームというものがやっぱり、まあ、日本にはなかなかこういった文化がないと思うんですけどとてもやっぱり大きな意味を持っていて、まあ、つまり日本は。あの 欧米主義ですから、大きな人はそこにいるわけですけど、そうではなくて、イギリスの場合はいろんな個室がある中で、 コモンルームにみんな集まってコーヒー、紅茶を飲みながらお話をすると。で、このコモンルームの文化ってを作りたいんですよね。で、誰で、まあ、もう一つその前提がメンバーシップですよね。つまりその、そのメンバーの中で自由に話し合える空間を作る。ですから、この API というものが、まずメンバーシップの文化というものを日本で作り、さらにはコモンルームの文化を作って、コモンルームでそのメンバーが自由に集まっていろんな意見を交換する。まあ、メンバーの人たちがそれぞれの専門や あるいは立場があって、それを持ち寄る中で、それは相乗効果を持って、さらに高いレベルで、それぞれの問題を深めて、意識を深めていく機会になる、まあ、そういったあの空間として、ぜひこの国際文化会館というものをこれから活用していきたいというのが希望であると同時に、初心表明。どうぞ、鈴木さん <laughs>、はい。はい、ありがとうございます。いやなんかあの皆さんすごくあの、ま、前向きというかか、ま、表明は、ま ある種の責任と覚悟を感じさせるお話で、まあ私もあの、まああの、この、この後もあの、引き続きこの API に関わっていくことになると思いますけれども、あの、今お二人があの、紹介されたのは、いやいやヨーロッパのシンクタンクのイメージだと思うんですが、もう、もう一つやっぱりアメリカのシンクタンクのイメージ、これはまあ、どちらかというと、オープンで、より対外発信をして、よりこの政策に関わっていく、そういうところもあると思うんですよね。まあもちろん、あの、国際文化会館っていうのはまあ、 そういうアメリカとの関係っていうのももちろんありますし、対外的な発信とか、えー、そういうことをやる、まあ、プラットフォームとして、まあ、非常に重要なポイントだと思いますし、まあ、この,あの地形学オンラインサロンもですね、あの一般向けのこのイベントというかあの、対外発信として、えー、こういうチャンネルもあのこ,れ、まあ、これからもあの維持していきたいと思っておりますし、あの まあこうまあメンバーシップでコモンルームでその中でこのえ議論をするそこでこうまあ考えやアイディアを醸成していくっていうことは大事だと思いますけどそれはやっぱり内側でこもっててはもったいないのでやはりそれをこうあのどんどん外に出していくっていうのも今回あのえーまあ国際文化会館という発信力のあるそういうあの 場とこう一緒になることでまあ可能性は広がるのかなというふうに考えているのであのそれも含めてです、ね、あのぜひあのこれを聞いている皆さんもです、ね、あのご期待いただいてあのこのまあ対外発信もあのより積極的に行っていきたいというふうに考えていますのであのぜひあの我々わのれの今後の活動を見守っていただければと思っております。 さて、えー、それでは、あの、今日の本題ではありますけれども、このロシア・ウクライナ戦争、まあ、今日、あの、これ、まだなんか故障が安定していないので、どう呼んでいいのかっていつもロシアのウクライナ侵略とか、あの、いろんな表現の仕方があります。一応、今日は、まあ、ロシア・ウクライナ戦争という、まあ、呼び方で統一したいと思いますが、まあ、これが、まあ、始まってからもう3ヶ月半、えー、経ちまして、で、この戦争が、まあ、まだこ、この先どうなっていくのかっていうのは、まだ見通しが立たない状況にあると。 で、まあ、こんな中でですね、やっぱりこう戦後、まあ、この戦争が終わった後の国際秩序がどうなるかっていうことを考える。 っていうのは、まあ、やや難しいところだとは思いますけれども、まあ、これこそあの細谷さんのご専門でありますこの第二次大戦中の,です、ね、この国際秩序形成のプロセスなんかで見るともうあの戦争やってる最中にです、ね、体制検証とかそういうことをやってであの世界をこのこの後の世界をどういうふうに作っていくのかというこういう議論をしてましたので、まあ、我々もそういうことをやっちゃいけないということではないと思っています。なので、えー、このでこロシアウクライナ戦争後の 世界がですねどうなっていくのか、まあ、いくつかあの論点があると思いますので、それをちょっとお伺いしていきたいと思いますが、まずま、今回の戦争の性格ですね、これが要はロシアの暴走で、えー、このロシア単独の問題なのか。 それともこれは世界秩序が変わった何らかの形で、まあ、これまでも例えばアメリカの一国主義、まあ、あのアメリカファーストみたいなものですとか、まあ、ポピュリズムですとかいろんなそういったこう世界秩序がややこう大きく変わりつつある中国の台頭等も含めてですねでこうしたいろんなものが変わっていく中での結果なのか。 で当然、まあ、ロシアはあの一国としてはその、まあ、国連の安保理の常任理事国でもありますし、まあ、世界最大の核保有国でもあるわけでそういう国が、まあ、勝手に暴れ出した話でこれはもう本当にこうしたことはロシアだからできたないしはあのそういう大国、まあ、核大国だからできたというものなのかそれとも、まあ、この 世界におけるです、ね、戦争のこうハードルが下がったというかその、まあ、国際秩序が不安定になっていった結果 かとしての、この、お、まあ、戦争なのかと。え、これまで、えー、その、まあ、ロシア、ウクライナ戦争、今後の国際秩序を考える上でですね。この性格付けっていうのを、ちょっとちゃんとしておかないといけないと。いうふうに、まあ、ちょっと考えますので、この点について、まあ、かなり大きな話ですけれども、お二人の方から。あの、コメントいただきたいと思います。では、まず、細江さんからお願いします。はい。あのー、私は今回の、まあ、戦争はですね。基本的に、二つの秩序間、の間の。 まあ対立であるというふうに見ております。まあ一つはプーチンが考えるような19世紀型の大国主導の国際秩序と。まあちょうどあの先日、昨日プーチン大統領が、まああの植民地と予防が何と予防が、まああの従属する国家、主権を持たない国家というのは、 まあ、あの、自分たちで意思を決定することはできない。で、これは、あの、基本的にプーチン大統領が考える主権国家というのは、核兵器を持つ国家、自己決定権がある国家ということですから、まあ、そうしますとですね、核兵器を持たない国家というのは、ウクライナだろうが、ポーランドだろうが、日本だろうが、自分たちで意思決定はできない。つまりは、ロシアや中国やアメリカのような大国に連続しなければいけないということになると思うんです。これはもう典型的な、あの、19世紀型の大国主導の あの国際秩序、18世紀末から19世紀にかけて3度ポーランド分割というのがありましたけれども、同じような発想で、えー、ウクライナを分割しようとしているわけですね。まあ、これは我々は避けなければいけない。で、もう一つの国際秩序のイメージが日本やイギリスやあるいは あのそのアメリカなどが求めるような言ってみれば法の支配というものが支配する世界国際秩序というものを法の支配によって作っていくとで日本外交も頻繁にこの法の支配に基づく国際秩序ということを言ってますけどもこの2つの対立の構図だと思ってますしたがってもしもロシアが勝つということになればこれはこれからの秩序は変わっていく、まあ、従来の国際秩序が機能を失ってですね、えー、大国主導のパワーポリティクス、まあ、特に核兵器の数によって、えー まあ国家のランクや自己決定権というのは決まってくる。ところが、ロシアのこの意図を今回くじくことができれば、まあそれはですね、逆に言ったら法の支配というものをある程度維持し、あの、そしてそれを確立していく契機になるかもしれない。したがってこの戦争を我々には関係がない。 ただのののののヨーロロッパのロシアととウクライナの戦争とは見ていいいけななうのは私の立場なんですよね。日本は積極的に関与する、それは戦争に関与するということではなくて、今後の秩序を作っていくという意味で、日本が無縁では入れれないし、実はそこでもしも根本的に大国主導の秩序が変わると、最も損をする国が実は核兵器を持たない日本であるということは、もっと日本の中で理解されてもいいかなと思っています。 はいありがとうございますあのさすがに歴史家っていう感じのあのコメントであの大変勉強になりますあのジムさんはこの点いかがお考えでしょうはいあのまあそもそも論から始めるとこの国際政治をこの現,現実主義といったあの <laughs> まあ、イズムから見える世界からということなんですけれども、まあ、そもそも国家っていうのは大変自己中心的セルフィッシュな存在であってその国家の上に立つようなあの中央政府、えー、というものは存在しないということなので、まあ、そうするとこのルール違反を阻止してそれを罰してくれるという,こう安定的な存在を前提としてないのがそもそも国際政治だと。 いうことになると、まあ、今回のような侵略行為に対して強いペナルティを与えるようなアクターとかメカニズムが存在したのかというところがこう秩序をめぐる説問に読み替えることができるんだとあの私自身は考えています、まあ、そうすると、まあ、ウクライナはそもそも NATO 加盟国ではなくてで、まあ1994年に過労このウクライナの安全を保障することを謳ったブタ、まあ、ベスト覚書というのがあるんですけれども まだけどこれも具体的な措置が規定されないまあ今回はほとんど役に立たなかった空文だったということを考えると、まあ、これまでもウクライナというのは秩序の空白であったしすでに秩序は脆弱であったというところがあの議論の出発点だったというふうに思います。だけどなどうやってじゃあウクライナの安全保障がそれまで過労じて支えられてきたかというとおそらくこれはロシア側から見てもウクライナ問題はもしかしてこの軍事を使わずにこの政治的に解決が できたかもしれないというロシア側の、まあ、期待と、えー、NATO 諸国がもしかすると場合によってはあの介入するかもしれないという戦略的なこの曖昧性の組み合わせによって成り立っていたというふうに思うんですけれども、まあ、前者はおそらく2014年の,あのユーロマ段とこのクリ,クリミア併合以降にほとんどこの政治的な解決という可能性がロシアの認識の中で 遠のいてしまって、そしてまあ今回に関してはアメリカや NATO がおそらくこれはもう軍事介入直接はしないだろうという見通しによって侵略ということが結果的に起こってしまったというのが、まあ、秩序崩壊の,あの、まあ、解析なのではないかというふうに考えています。はい、ありがとうございます。まあその今、ジムさんおっしゃったようにその国家が、まあ、あ最終的に 時制を聞かなくなくるまあこれまでロシアの行動を、まあ、ある程度制限するようなこう戦略的曖昧さっていうのが例えばアメリカがそのうくあのあアフガニスタンからこう撤退するというような形でこう関与しないまあこれはまあ先ほどちょっと言ったそのアメリカ国内のですねやっぱりこの問題まああのアメリカファースト主義ですとかまあトランプ政権以降もですねバイデン政権もこの 国際社会に対するコミットメントみたいなものがやっぱり弱まったこと、これによってまあその戦略的な曖昧さとか、もしかしたら介入するかもしれないという、このまあブレーキになってた部分がこうやや緩んで,で、それが結果的にロシアの行動の自由をまあ広げたということにもなるだろうしまた、保谷さんがおっしゃったように、これはやっぱりあ あのこのままロシアが勝ってしまえばですねこの戦後の秩序というのは本当に法の支配とか国際法っていうのはあってなきものになっちゃうんじゃないかとでまああのですからこれはやっぱり勝たなきゃいけないんだまあ,あの少なくともロシアが思い通りになるロシアの思い通りな結果になることはこの世界がよりこうあの無法 主体化するというかあの秩序がどんどん緩んでいく、えーまあ、逆に言うとその力だけでしか解決できない世界っていうのになっていく、まあ、そんなような可能性があると。 いうまあ、こういうご示唆であったわけで、ここはやはりそれ、あのその通りだと思いますし、また、あの今後の世界秩序を考える上で、国際法とか国際機関ですね、えーまあ、特にまあ国連が、まあ、これがどういうふうになっていくのかっていうのは、まあ、次の,あのテーマになるかと思います。あのまあえー、とこのまあ北政権もですね、まああのえー この国連改革ですとかあとそういったものについてこう、まあ、非常にまあ熱心にあのコミットしようとしているわけですけれどもやはりその背景には、まあ、今回、ロシアの行動を止めることはできなかったとで、まあ、国連がまあ機能不全とかってよく言われますけれども、まあ、でも、もともとやっぱり拒否権を持っている常任理事国がいる限りですね、まあ 拒否権がある限りこの国連というのは動きようがないわけであの、まあ、そもそもこの国連というのができたときというのはそうしたあの大国間が戦うということはそもそも前提にしていなかったというこういうこともありますし、まあ、このこ今後じゃあこの国連を改革して新しい世界秩序を作っていく上で、まあ、国際機関、まあ、先ほどジモさんはその、まあ、主権国家の集まりである国際社会でその上に 世界政府みたいなものはないんだということをおっしゃってましてまあもちろんあの国連は世界政府ではありませんしその新しいこの何か秩序を作るとしてもですね国連から何かこう動かすというよりは、えー、加盟国の この意思とか行動で決まっていくところはたくさんあると思うんですけれども、ただその中でもやっぱり国連という組織、ないしは国際機関、まあ新しい国際機関を作るとか、あの創設するとかっていうことも含めて考えると、どういうようなこの法の支配を作っていく役割っていうのは、まあ役割を担っていくのか、ちょっとまああの法の支配というところから、あの先ほどもおっしゃったあの補佐さんからじゃあちょっとお願いしたいと思います。はい。 まああの国連といえば鈴木さん90年代外務省の,あの国連代表部であのお仕事されていたりあるいは国連制裁パネルイランの制裁パネルで専門委員として専門家としてもあのお仕事されていらっしゃったので詳しくあのもうご存知、お詳しいと思うんですけど私は実はケンブリッジで一番力を入れている研究 まだ入れてないこれから入れようとしているんですけども、まあ、あの国連の起源を、まあ、あの外交史研究を完成させた41年から45年の、でこれがあのこれまで取り組んできた私の専門の研究の一つでもあるんですけども、まあ、この中で私がいろいろと学んだことの一つがです、ね、国連というのはそもそも最初から機能しないことを全然作られたと。 ややあの矛,盾矛盾した、そして誤解を招くような言い方かもしれませんが、まあ、イギリスの,あのグラッドウィン・ジェブであるとか、あるいはアレクサンダー・カドガンという外交官が、やっぱり最初からですねソ連との協力が全てうまくいくということは想定してないんですよね。であの機能しないときに、まあ、国連憲章の51条、52条に見られるように、まあ、集団的自衛権という形で同盟を残す、あるいは52条のような地域機構、地域条項というものを作る。まあ、こういう形で保管する。 つまりは白と黒で機能するしないではなくてグレーとして、つまりある程度機能するけどある程度以上は機能しない、これはやっぱり先ほど神保さんがおっしゃったようなウエストファイア体制の主権国家体系ということを前提にイギリスが考えている、ここは実はアメリカとやや違うところなんですよね。フランススももイギリとと近いんでですすすすけれども、まあ、それどそを前提にににるる結局ですねあの冷戦後にやや過剰な国連に対する期待が 集まった中で今です、ね、本来のあまり機能しないロープロファイルな国連に戻りつつあるだけれども、それが完全に破綻する。 国際連盟30年代の国際連盟のように完全に破綻することを避けないといけない、まあ、完全に破綻すると、例えば中国とかロシアが国連から脱退するということになれば、これはまさに破綻に向かっていくと思いますので、そういった形で破綻をしないレベルで、ロープロファイルで活用していく、じゃあそれ具体的にどういうことなのかということなんですけれども、やっぱりです、ね、日米同盟とか NATO というものが国連体制を補って、そしてあの国連というシステムというものを通 対決することがデメリットであるということをロシアにあの分からせるということと同時にそれが完全に破綻しないように例えばアメリカも日本もです、ね、イギリスもそういった国々が国連の中で一定程度これからも継続的にやはり重要な役割になっていくとそのロープロファイルな国連というものを我々はきちんと理解しまた活用していくということが重要じゃないかなと思います。 はい、ありがとうございますもう、あの補正さん、まあ、あの今、いろんなところでいやあのご活躍ですが、実はやっぱりこの歴史家の専門家なんだっていうことを改めて認識させられる、<laughs> あの大変重厚なお話でありまして、はいあのじゃあ、ジムさんはこの点、いかがでしょう。はいあの、まあ、お2人と出発点は同じで、まあ国連、特にこの安全保障理事会。 ですね、この重要な機能は、この国際の平和と安全に対する脅威に対して、こう集団行動をもともとは取るということが、こう条文の中にはこうあのデザインされていて、でその後で、その行動に対するこの権限と正当性を付与するということに対して、重要な役割を担う可能性が、 あったんんだと思うんですねあの90年の湾岸戦争91年ですかにおける安保理決議の678とか687っていうのはまさにそういう機能ですしあの2001年の911テロの後の、えー、国連決あの安保理決議の1368とか71とかっていうのはまさにアメリカのこの自衛権どういうふうに発動するかということに対する国際的なこの権限付与みたいな機能になったという意味においては あの悲観的でありながらも新しい可能性というものが見出せるタイミングというのはあのこの歴史の中で何回かあったというふうにあの思うんですただあのやっぱり原点回帰というのは、まあ、党の常任理事国が侵略の当事者であるという今回の事態を考えても現在の構造が有効に機能するということはもう理屈としては不可能なんですね。 であのだから国連はこの権限と正当性を付与する場としての権威をこの大国間競争の時代に期待するっていうのはそもそも難しいということなんだと思いますただこれであの国連がダメだっていうふうにあの言ってしまうには国連はあまりにもあのもったいない組織であってでそれはどういうことかというと例えば今回も国際社会の価値判断はどうだったであろうかということを問うまさにこのリトマス試験紙のような役割は 果たしているわけですよね。この国連総会の対ロシア避難決議の時みたいに賛成反対危険という3つの判断の基準をこう世界に対してあの明らかにするということはまあ国連でなければできないあのことだと思いますで。あとミクロで見てもですね、あの今回このウクライナ戦争の特筆すべき役割は国連のこのグテーレス事務総長が 果たそうとしている役割ですよね。で特にこのマリウポリの人道回廊を設置するときの、まあ、提案で、まあ、彼頑張ったわけです。もちろんあのロシアに行ったときにはプーチンにあの長いテーブルに座らされて、まあ、プロパガンダの場として利用されてしまったし <laughs> あの人道回廊実,実態として本当に成功しているのかどうかということについても、まあ、諸説あるわけですけれどもそれでもこの市民の退避が成功したケースは 明らかにあったわけですし、まあ、その中にこの選別収容所に送られて拷問を受けたなんていうケースももちろんあったわけですけれども、国連がそこに果敢に役割を果たそうとして、で戦地に入ってこう避難を支援してですね、この赤十字の国際委員会とともにですね、あの果たそうとして役割っていうのは、やはりこれはあの過小評価できないし、軽視することもできないという意味で、まあ、この国際組織、国連が果たしている役割っていうのは、あの現実には今、 あの評価すべきものっていうのはたくさんあるのではないかというふうに思っているところですはいありがとうございますあのもうまさにあのお二人おっしゃってることなんかまあ基本的には同じあの文脈でやまあ国際社会においてまあ今のようにですねそのまあ大国間競争というかまあ中路があの中路とまあアメリカはないし西側諸国が対立するような関係の中でですね、えー、この世界がこう まあ国連という仕組みでこう制御できるような状況ではなくなっていくっていうことは、まあ、そらく間違いないと思うんですね。で、そこに対するまあ日本においては過剰な期待があるっていうことは、まあ、そらく間違いがなくて、まあ、故に国連の現実みたいなものっていうのが、やや、あの、まあ、軽視され、まあ、実際のところはやっぱり国連ができることっていうのは何なのかっていう、この、まあ、あの、 えーまあ、正確な、なんていうんですかね、この受け止め方、捉え方っていうのが、まあ、ちょっとあのでききれてない,い、言い換えれば、まあ、過剰な期待をしているがゆえに過剰にこう失望するっていう、まあ、こんな感じの状況が起きてるんじゃないかなっていうふうに、私自身も感じますし、でも、まあ、今、神保さんがおっしゃったように、やっぱり国連の持つ機能として、まあ、正当性の付与ですとか、こう権限の付与っていうのはあると思うんですが。 まああの拒否権がまあ行使されると権限の付与というのは難しいんですけど、やっぱりある種のやっぱ正当性を付与する場としての機能は、それでも一定残っていて、それはやっぱり国連総会っていう、このまあ一国一票の制度ではありながらも、国際社会の総意というものをこの表すことができるという機能は、やっぱり大きく残っていると思いますし、それはまあ多分。 まあ、中ロも含めたですねあの世界中のほとんどの国がこの入っているというところに生まれてくるもの、ここが、まあ、あのポイントで逆に中ロがここから脱退してしまうと、まあ、あのおそらくそういう正当性っていうのは生まれてこない。まあ NATO、とか OECD とかそういういの中で、まあ、残念ながら、やっぱりそういう意味では、苦労をしながらも、国際社会においてですね、その敵対する関係でも、一緒にこの話し合う場が、それでも持たれていると、まあ、そういうこのところは、すごくやっぱり大きなポイントになるのかなというふうにまあ思っています。で ただ、それでもですねこの戦争が起こらない世界を作ろうと思うとまあ国連ではまあ不十分であるというのはまあこれまあお二人の結論、私も含めて3人の結論だとしてもやっぱり止めなきゃいかんという時にやまあ唯一、多分考えられるのがまあもう一つは抑止ということだと思うんですね。ロシアのウクライナに対する攻撃っていうのを止める。 のが止めることができなかったことを抑止が効かなかったっていう言い方をする場合がありますあのまあもちろんあのアメリカや西側諸国はこの戦争が始まる前からウクライナに派兵しないというふうに面芸名言しちゃっていてまあ、戦争をすれば経済制裁するぞって言ってあの言ったわけですけれどもまあ、経済制裁ではやはりそのロシアを止めることはできなかったとで ただ、まあ、そういう意味では、その経済制裁で抑止ができなかったから、抑止は効かなかったっていう言い方はできると思うんですけど、他方でロシアは、まあ、この過剰なまでにです、ね、アメリカや NATO の介入っていうのをすごく嫌っていて、それを避けようとしていますし、まあ、同時にアメリカもこの、まあ、例えば長距離のミサイルですとか、あの長距離、まあ、ロシア領内に攻撃できるような兵器は、 このウクライナに供与しないというような形でロシアとの直、アメリカがロシアに直接攻撃しているというようなニュアンスをもう極力避けているようにも見える、まあ、その意味では、両者の行動をある程度抑止しているということも言えるだろうと、うんまあ、そういう意味では、この抑止が効いているのか効いてないのか、まあ、あの見方によって大きく変わると思うんですけれども。 まあ、国際法や国際機関の戦争を止めるという機能がまあ必ずしも十分でないときにこの抑止というのがまあ重要な役割を果たす。 とは思うんですけれども今後の世界においてもこの、まあ、法の秩序というものとこの力の均衡というのとどういうバランスになっていくのか、また本当に抑止を聞かせるためにはどうしていったらいいのか、まあ、こういったことも今後の国際秩序の大きなテーマになると思うんですが、まあ、この点、まあ、抑止に関してはまあご専門は神保さんの方がご専門だと思いますので、まず神保さんから。 抑止は一般概念としてはあの自らの行動によってもたらされる利益がそれによって伴う損失よりも、えー、大きいということであれば効かないし、えー、そうではないあの耐え難い損失が起こると認識すれば効くということでそういう状態をどうやって作りあの対象となる国に 行動を自制させるかということを促す一般概念なんですけれども、まあ、今回ウクライナ侵攻がなぜ止められなかったと,ということに当てはめるとすればあの鈴木さんおっしゃったように、まあ、そもそも NATO という集団防衛の制度の外側にいました。えー、2つ目は アメリカがこう軍事介入をしないことをあらかじめ明示してしまったことがロシアの行動の自由を招いたということも要素としては考えられるし、まあ、ロシア自身がこの短期攻略が可能でという甘い期待によって、侵、ま、攻、あ、によって損失を伴うことが少ないんじゃないかと見積もったということが、あの、大きかったんじゃないかと思います。えー、さらに言うとこう、鈴木さんがおっしゃったように、NATO 加盟国にじゃあ戦争が拡大していく 予兆があるかというとそこは結構抑止が効いているということなので、はい、じゃあそれ以外のところでどういう計算を働かせたかっていうのがなぜ今回抑止が効かなかったかということの,あの分析の材料になるというふうに思うんですね。はい、で今後のその教訓のためにということなんですけれども同じような状況の下でじゃあ抑止がそもそも効かせられたかっていう問いは ちゃゃんと考えられななきいいけないそれとも全く不可能だったのかっていうあのことも含めてなんですけれども、まあ、もしここで考えるいくつかの条件があるんですけれどももしあの2月1月の段階でアメリカが介入するかどうかという態度をより曖昧にしていたら戦略的な曖昧性というものをもうちょっと押し出していたら2つ目はヨーロッパ諸国がこの結果 まあ、強烈なバランシンシグコードを取ったわけですよねあの国防力を強化し、NATO への新規加盟を図り、NATO を結束させるという、こういうことが誘発されるんだということがあの明示され、かつ、後ほど議論する経済制裁ですね、これによる損失が極めて大きいと、でそれによってロシアの指導者の権威が、まあ、喪失するかもしれないという、このパッケージングが効果的に示唆されていれば、 まあもしかすると結果は変わったかもしれないなんてことを私は考えます。ただ、これは事前には誰も計算することができなかったっていうのはその通りだと思うんですけれども、だとすると、なおさら今回の帰結というものを、これから起こりうる事態、つまり後世の事態に対して、しっかりと明示をして教訓にしておくということが、これからの抑止を働かせるための重要なポイントになるんではないかなと思いましたうん、うんはい、ありがとうございます。まあ、この点補正さんいかがでしょう はい。まあ、あの、抑止については、本当に、あの、神保さんが第一人者ですから、あの、神保さんがおっしゃっていることに尽きると思いますが、あの、まあ、基本的には完全な抑止っていうのは存在しないと思うんですよね。やっぱり、あの、どの国にも、どの時代にも悪いことをする人はいて、で、悪いことをするときに、通常はですね、ヒトラーでさえも、あの、プーチンでさえも、最初はビビりながら悪いことをするわけですよ。で、つまり、怒られるかどうか、まあ、あの、学校の生徒と一緒で、あの、まあ、怒られなかどうかを、 確かめながら悪いことすするわけですよねでその意味ではあの、まあ、ヒトラーの場合は1935 19年の,あの,そのラインランド新中と1938年のズデデンランドの時まさにあのイギリスやフランスはそれを容認したわけですよね。で同じアナロジーで私はやっぱり2013年のオバマ政権のシリアつまり介入すると言いながらしなかったそしてさらには2014年のあるいは14年15年にかけて。 あのクリミア半島を併合したときに、これに対しても厳しい姿勢を示そうとしながらも、経済制裁も、あるいは翌年2015年のミンスク2でも、結局はこれ、私、やっぱり融和政策だったと思うんですで、そしてさらには決定的だったのは、私、やっぱり昨年2021年の8月のカブール陥落ですね、あの時も繰り返しバイデン大統領は軍事介入はしないんだということを言った、私はこの3つによって、おそらくあのそのプーチン大統領がアメリカ軍事介入しないという確信を持ったと思うんですよね。で でまあ、能力と意図ということで、アメリカは能力は十分にあるんだけれども、介入しないという意図。 これをプーチン大統領が感じたということは、まあ、ヒトラーが最初はビビりながら悪いことをしながら、途中からは確信を持った、イギリスは介入しないだろう、同じようにアメリカは介入しないだろうと思わせた、私はやっぱりあのバイデン大統領は繰り返し、今回のウクライナでも、昨年のカブールでも、何度も軍事介入しないということを必要に言ったことが、非常に私はこれはデメリットが大きかったと思います。 はいいありがとうございますもう本当にあのお二人ともあのおっしゃっている通り、やっぱりこのアメリカ、まあ、これまでの世界秩序は、なんだかんだ言ってもやっぱりアメリカがこの大きな役割を果たしていて、でそのアメリカが、まあ、オバマ政権、トランプ政権、バイデン政権と、この次第に内向きになっていくというか、この国際的な関与について、より、まあ、はっきりとしたこの、 後ろ向きな姿勢を見せたことが、まあ、結果的にまあアメリカの曖昧戦略をこのまあクレディブルなものにしなかったとっいうことですよね。まあ、要はまあプーチンがあの大丈夫だろうというふうに思わせるようなところがまあ生まれたと。で,、まあまあ、あのですから、そういう意味では2014年のクリミア半島の,あの併合というのはまあ先ほどのホセさんの,あのアナロジーでいうと。まああの ヒトラーのこうラインランドとか図デ電地方の真鍮っていうこういうことになんとなくこうなんかえ重なるところもあって、まあ、ある種のやっぱり融和政策とか戦争をしないという意思を示すことが結果的に戦争を誘発するというこういうまあ,あの点ではかなりあの重要なあの示唆 だろうというふうに思いますし、また同時にジムさんもおっしゃったように、このロシアが短期的に解決。まあ、この決着がつけられるというまあ、ある種計算違いをしたというところも大きなポイントだと思います。まあ、なので、やっぱりこの抑止っていうのは、そういう意味での。そのまあ、先週、その何をやってどういう利益を得ようとするのかっていうことをと、そのそれによってどのような損失がまあ、あの想定されるかっていう。この計算の問題。 そういう意味では、いかにしてこう損失が大きいのかっていうことをメッセージとして伝えていくことっていうのはやっぱりすごい重要なことで、まあ、その意味では日本なんかもこの関与する中では、まあ、日本は当然、軍事的な損失を与えることはできませんけれども、まあ、経済的な損失ですとか、そういったものをこのメッセージとして伝えていくという役割もあったのかななんていうふうには思いますが。 ちょっとまあその関連で、このまあ経済制裁ですね。まあこれはまあどちらかというと私のまあ専門ということになるわけですけれども。 まあこのオンラインサロンは一応地形学っていうのがテーマで、まあこの API の中でも地形学研究所っていうのがありますので、あのまあこう,こういうこの単にあの安全保障の問題をですね、あの軍事的な問題だけではなくて、この経済的な側面からも国際秩序のことを考えなければいけないということだと思っていますが、そんな中でですね、このえまあ今この さまざ、あ、まな形で今、制裁をかけられてまあ、かけていてで、ロシアの行動を制限しようとしている、でこのロシアの行動はまあ、当然、経済制裁というのは即効性があるわけではないのですぐにこの結果が出るわけではないんですけれども、ただ、まあ、まああこののまだ今のところですね戦争は止まりそうでもないですし、この世界から見てですね、このまあ、 経済制裁は役に立っているのかとか、同時にあの経済制裁をかければ返り血を浴びるというか、まあ、自分たちにもいろんな、まあ、マイナスが生まれる、例えばまあ今の、えー、とガソリンの値段ですとか、あの穀物の値段ですね、物価高。これは、まあ 経済制裁だけが理由ではないとは思うんですけれども、しかし、あの同時に、ですねこの経済制裁をやっているということは、この物価高にも拍車をかけていて、でまあ、電気料金ですとか、そういったものにまで今後、まあ、反映されてくるだろうと、でこうしたまあ経済制裁を進めることが、本当にこの戦争を終わらせることを期待できるのか。 まああのこれはまあ諸説、皆さんいろいろあると思うので、この点について、お二人のお考えをお聞かせいただければと思ってるんですが、まず、細谷さん、この経済制裁って本当になんか、聞くんですかっていう、なんかすごいざっくりとした質問、私もよく受けるんですけど、こういうざっくりした質問で聞いてみ,るまあ聞いてみたいと思いますが、この経済制裁をやり続けて、本当にロシアって行動を変える、止めると思われますか。 その答えを一番よく知っているのは鈴木さんだと思うんですけど、<laughs> あのまあ、私、逆に言うと鈴木さんがあのロシア、まあ、今回のロシア・ウクライナ戦争のた当初から言っていたあの経済制裁を万能薬として過剰に期待することに対して、えー、警告を発していた、これはやっぱり正しかったと思うんですよね。あのというのは国際関係というのは基本的に現在の国際関係、相互依存と自己利益を元にしているわけですから、まあ、そもそもやっぱり経済制裁というものが、 あの自ずと限界があるということ、まあ、これに対してやや過剰な期待、えー、というものがあったんだろうと思うんです。で、これ思い出してみますと、やっぱりですね。国際連盟の時も軍事的なあの。その介入をせずに経済制裁と国際世論だけに頼って、えー、安全を維持しようとして、結局、これは満州事変にしても、死者の侵略も止められなかったわけですよね。だから、やっぱり経済制裁っていうのは楽をして目的を。 まあ楽ではないかもしれないけど実は楽をして目的を達成しようとするツールだからあ声は大きいんだけど実際は空洞化してあのそれがうまく機能しないということは実は先端期国際連盟でもすでに経験してるんですよねだからもう一度今それをつまり楽をして目的を達成しようとした時にまあ、掛け声は大きいんだけどもそもそも国際政治の現実の相互依存と自己利益というものを前提にしている限りにおいてはやっぱり鈴木さんがおっしゃったようなこの経済制裁を万能薬 ととししてて見るることに対しては慎重であるべきだったのかな、まあ、ご本人いらっしゃるので、また後ほど間違ってたら教えてください <laughs> もうなんか、細田さんはいつもこうこ、うなんか、なんだかんだ言っても人に振ってくるので <laughs>、やっぱり歯科医業は細田さんの方が上手だなと思われるんですが <laughs> えと、ジンボさん、いかがでしょう、この点。 はい、あの、私も実は鈴木さんの最後のコメントに期待をしているので、<laughs> ちょっとあの、私自身の見方を投げかけて、ぜひ最後にコメントをいただきたいと思うんですけども、この経済制裁の目的をどこに置くかっていうことにもよるんですけれども、うん、まあ、ロシアに今回重大なペナルティを 与えて、今回の決断が失敗だったということを認識させて、まあ、そのためにこの経済制裁がロシアのこう国家運営に支障を来すほどの効果を与えて、まあ、行動を変容させると。で、レジームチェンジまで追い込むっていうことができるかどうかは別なんですけれども、あの、行動を変容させるところまでは行かせたいと。ただしなぜこのレベルに、あの、達し とといいう見通しがまだ得られないのかと例えばルーブルは下落しましたけれども結構直ちに元通りになってしまって、まあ、ロシア今政府の歳入の4割ですかあの原油天然ガスの収入が占めてるんですけれどもこれ依然として中国とか、まあ、インドも含めてなんですけれども、まあ、買い支える構造があってで欧州諸国を見てもこの特に天然ガスですけれども脱ロシアには、まあ、時間がかかるわけ。 ですよね。で、しかも原油と食料っていうのは、ロシア自身がこう自給できてしまうので、輸出制限がしたとしてもですね、あんまりこう、ロシアに効かないと。 いうことが構造的にあるんだと思うんです。それでいろいろこう学術研究とか私も読んでみたんですけれども、この先ほど言ったレジームチェンジというところまで経済制裁で至った例っていうのは、世界の170ぐらいあのサンプルがあったんですけれども、5件ぐらいしかないっていう、<laughs> つまり数パーセントしかないらしいんですね。なんか89年のインドネパールとか、87年のアメリカエルサ,サルバドルの事例とか。で、まあ,あの、よく言われるのは2015年の JCPOA にもあの結びつけたイランがその行動変容にはあるというふうに言っていたんですけどいろいろこう経済制裁が効く条件っていうのを見てみると1つは国際社会が結構一致してこう抜け道を作らないという状態にしていることつまり代替性をなくすっていうことですよねで2つ目にその国が結構輸入依存度が高くてあのダメージをやっぱり被る構造になっているっていうのと3、うん、番目に意外と大事なのはこれ国民の不満 に対するこのののガバナンスの体制っていいうものが結構弱いだからイランというのはその意味で非常に重要だったというふうに思うんですけれどもそれと制裁する側が制裁される側よりもこの返り血を被らないというかあのそういう状況があるというようなことを成功する条件だと考えるとうん、うん、意外とこれロシアに経済制裁をかけるっていうのは かなりこう難しい構造にあるんじゃないかっていうのが今のところの私の見立てで、あとはちょっと鈴木さんにてしいと <laughs>、はい、すみません、なんかもう、あのえっ、ー、と、はい、あの、今、ジムさんおっしゃったことはその通りだと思っていて、インド、ネパールとかアメリカ、エルサルバドルのケースも、 結局は大きな経済と小さな経済っていう関係なんですよね。ですから、返り血が少ないんですよ。要するに依存度が、ネパールはインドに対する依存度は非常に高いですけれども、インドはネパールに対する依存度っていうのは、まあ、電力ぐらいなので、その、まあ、究極の、まあ、今のなんていうか、ロシアのガスも似てるんですけど、結局、なんか、その、もう、あの、 それこそ玉砕覚悟で自分の経済が破綻してでも相手をやっつけるっていうつもりであれば何かできるかもしれませんけど、結局やっぱり小さな経済に対するあの制裁、例えば日本と北朝鮮ってもそうですよね、あのー。これは痛みがやっぱり少ないので制裁かけやすい。だから何らかの言って、ま先ほどの細谷さんの言葉を使えば楽する <laughs> ようなあのニュアンスがどうしても出てしまうんですけど、 あの比較的対等な経済、まあ、特にロシアってのは世界11位の GDP を持っていて、それで、まあ、あのヨーロッパはあの石油もガスも、あのまあ、その前、石炭もあのロシアに対する依存が強くて、まあ、それだけじゃなくて、希少金属ですよね、パラジウムとか、ああいうものもやっぱりロシアのへの依存がすごい高いので。 やっぱり経済制裁をすると自国に対する返り値、まあ、つまり自国に対する被害がすごく大きくなってしまうという問題があるので、非常にまあ聞きにくい、まあ、あの思い切った制裁ができない、相手国の国民の不満を高めるような制裁っていうのは難しいということで。で、あの、先ほどジムさんおっしゃった、その抜け道があるっていう代替性の問題と依存度が大きい。まあ、これは あのさっきのインドネパーールみたいなケースですねあの小さな経済であればより大きな経済に対する依存度が高いということそれとあの国民の不満というのはあのイ,イランのケースが面白いのはイランって、まあ、旗から見るとすごい権威主義的な国家で。 独裁民主主義なんか聞いてないように見えるんですけど、一応曲がりなりにもあの選挙があるんですよね。で、国民の不満が政権交代に結びつく、まあ実際2013年の大統領選挙で、あのアフマリネジャドっていう人から、あのまあいわゆる反米保守のアフマリネジャド、まあ、この人は核兵器の,推あの核開発の推進をしたわけですが、それからまあ制裁を解除するということを公約に掲げたローハニっていう人に、この、まあ、選挙で、 あの大統領がが変わったったていうこういうううこことがあるので国民の不満をこう吸収するメカニズムがあるとまあレジームチェンジというかその方針の変更っていうのは起こりやすいと。で、ロシアはこのいずれもがなかなかこうないんですよね。代替性つまり抜け穴はいろいろある。特に今回はあの西側諸国だけの制裁で国連の制裁でもないので結局あの制裁を実施しているのは30カ国程度なんですよね。ですから、中国、インドを含め、 そうですし、またヨーロッパもあの天然ガスをずっとまだ買い続けているので、そういう意味ではあの依存度という意味では、この制裁をかける側とかけられる側の間の依存度がイーブンな状態になっているから、こうなかなか効果が出ない。しかも、まあ、ロシアも選挙はあるとはいえ、まあ、あの極めてその怪しげな選挙というかあのい、民主的な選挙とはどうも言い難い選挙。 なので、やっぱり国民の不安を吸収する仕組みっていうのはなかなかないと、まあ、そういう意味では、まあ、制裁でレジームチェンジとか、この政策の転換を期待することは難しいだろうというふうには思います。ただ、やはりそれでも、まあ多分制裁する側も分かっていて、まあ、アメリカにもやっぱり制裁の専門家ですとか、あのこういった可能性は十分考慮した上で、それでもこの制裁を仕掛けている。 中で、私は効果があると思っているのは2つあって、1つは金融制裁ですね、これによって、やっぱりロシアが戦争を続けるための戦費の調達を難しくするっていうこと、これによってま、ま金融面で、お金のところで、要するにあのえまあ戦争を継続することが難しくなって、行動変容せざるを得なくなるという、こういうところに追い込んでいくっていうのが1つと。 もう一つは、あの半導体やさまざまな部品ですね、これの供給を止めることによって、まあ、今、半導体は中国とかも大体可能なんですけれども、やっぱりどうしてもその精密誘導兵器ですとか、まあ、これまでそのロシアが兵器を作ってきた、まあそのまあ、すごい皮肉なんですけど、ヨーロッパの兵器に、えー、ないしはアメリカの部品に、 依存してた部分というのがあって、こういうところで止まると、ですねいきなりこの、まあ、仕様というか、この,、えーまあ、あのものを変えるわけにもいかないということで、えーこまあ、要するにあのミサイルとか戦車とか作れなくなる、すごく平たく言うと、まあ、今回の制裁でおそらく効果がありそうなのは、金と弾がなくなる状態を作るっていう、こう,こういうことだと思うんですよね。 それがうまくいけば、この結果的にあのロシアも戦争、継、ま、戦、あ、能力ってよく言いますけど、戦争を継続する能力ですね、継戦能力がこのお、まあ、低まっていくこと、これが、まあ、期待されるところで、まあ、それはでもすぐには効果出ないので、今のところまだ在庫がいっぱいありますから、そ,のそういう点であの、金と玉がなくなる状態をこういかに作り出していくのかっていうのが、まあ、今の経済制裁に期待できることというふうに。 思われますでちょっとすみません、私もなんかあの今日は <laughs> あの普段のペースでやっていくと、きりがなくなってしまうんですが、最後にあのちょっとお2人に簡単にですねあの、えー、日本はじゃあどうすればいいのかっていうところ、まあ、これまでも何度かあのお話しされていたと思うんですけれども、今後の国際秩序の中でですね、まあ、当然、中ロの問題っていうのも出てきますし、あのこれから日本がどういうふうにこうの関わっていくのか。 えー、こうしたことについて、まああの、すごいざっくりとした質問でまた恐縮なんですけど、あの今後の,そのロシアが、まあ、仮にこの、うん、ロシア・ウクライナ戦争っていうのは止まった後のこの世界秩序に日本はどうやって関わっていくべきなのかということについて、まあ、ちょっとあの本当にあの手短に <laughs>、こんなもの手短に言うのも難しいと思うんですが、手短にお願いしたいと思います。ではは細さんからお願いいします、はい あの本当にひと言だけ、やはり日本、1930年代に国際秩序の挑戦者、破壊者となって壊した、まあ、この経験から戦後はむしろ国際秩序を守る側に、あのそれを支える側になってきたわけですよね。ですから、ロシアが国際秩序を破壊をするということが非常にコストがかかって、えー、むしろそれは好ましくないというふうにロシアに分かってもらうと、これをすることが私は日本の役割だと思ってます。はい、ありがとうございます。 ではジンさんお願いします、はい、あの岸田首相自身がこのヨーロッパの危機の問題を自分事と,として捉えるべきだといったことは非常に大きくて。 でそれはやはりこのアジアの厳しい戦略環境の中で、えー、ウクライナ戦争をしっかりと教訓として、えー、抑止力を強化し、安定的な市場をどうやって作るかということにあの力を注ぐということが重要だと思います。まあ、それとあの、制裁に参加する国30数カ国って言いましたけれども、その他多くの国々を 日本はど,どういうふうにこ,うこれから関わっていくのかっていう、この地域構想とかグローバルな構想を作る上で、今回非常に重要な教訓があると思うので、まあ、これを引き続き考えてガバナンスの新たな、あのあ、新たなこのガバナンスのあり方というものを主導していくような、あの、イニシアチブを取れるといいなと思っています。 ありがとうございます。もう、なんかすでに時間は過ぎてしまっているんですけれども、視聴者の方からですね、たくさん質問をいただいてますので、ちょっとまた、まあこれ、この番組いつもなんか11時とかって言いながら、大体11時15分ぐらいまでやっているので、少しまた今回も甘えさせていただいてですね、ちょっと延長してお伺いしたい、質問を受け付けたいと思ってます。えっと、一つ、今、えっと、いただいている質問の中で、全部はちょっと取り上げることできないんです。 があの一番最初の、まあ、シンクタンクとは何かというところの話であのいた,だいた質問で、まあえーまあ、ロシアには、まあ、そのアメリカのような有力シンクタンク、まあ、外交防衛のシンクタンクがないということがその 自国の都合の良い情報ばかり入ってきて、で、結果的に甘い見通しで進行を始めたのではないかというふうに、まあ、お考えになっているようです。で、そんな中で、このわが国が、あこの、まあ、まあ、アメリカやイギリス並みのシンクタンクを育てる、まあ、そうしたことを、まあ、シンクタンクを育てるためには何が必要でしょうかというご質問なんですが、これについてはまず、ジンボさん、んごめんなさい。 これはあの政治的にややセンシティブな話だと思うんですけれども、僕はこの政権交代をこの可能にするようなこの政策オルタナティブの緊張感の可能性、つまり政権がずっと続いてしまうと、それは継続性、そしてこの官僚組織との対話の下で、 まあ、その政策がダイナミズムがここで閉じてしまう感覚というのはあるんだと思うんですね。ところがもし、このいろんなこの政策の選択肢があって国民がそれを選ぶことができるよりいい世界によりいい日本にしていくためにはどうすればいいのかということの構想力が必要だというときにやはりこの官僚組織以外の 民間のその、えー、アイデアの形成っていうのが非常にこの緊張感とリアリティを持つんだというふうに思うんですね。まあだからアメリカで言うとリボルビングドアですけれども、この健全なリボルビングドアを日本で作り出すということの中にシンクタンクが位置づけられるというのが最も望ましい姿ではないかと私は思います。 まあ、なかなか日本の制度だと、それも、ね、実現するのはなかなか難しいような気もしますが、ただ、オルタナティブを提示するということはすごく大事なことだと思いますし、まあ、ロシアには逆に言うとね、そのオルタナティブを提示するような、そういう機関がないから、結果的にプーチンがあの、まあ、あの誤った認識を持ったのかもしれませんし、えっと、補正さんこの点どううでしょうそうですね、シンクタンクの役割、いろんなことあると思うんですけど、一つは、 まあ何回も今日出てきてるかもしれませんが、やっぱりあの耳に痛いけれども政府の人たちが聞きたくなる。で、これが重要だと思うんですよね。で、我々教員もですね、学生から褒めら,褒められたりばっかりいるとなんかうさんくさいと思うし、批判ばっかりされるとちょっと心が痛くなるので、あの、その、なんていうんですかね、あ愛のある、 批判ですよね。で、これってやっぱりレビュー文化を日本で作るということ。やっぱり政策決定の中枢にいる人たちが耳には痛い,いけれども、より良い政策を作るためには、ぜひ聞いてみたいと思うような質が高いレビューをすると。 で批判のための批判でもなければ褒めるための称賛でもなくてやっぱりより良くするためにいい政策についてはそれを高く評価し問題がある場合には批判するとでぜひ API あるいは日本のシンクタンクの人たちに意見を聞いてみたいと思わせるだけの質の高いレビューや提言ができるかどうかということが我々に問われていると思います。はいまあ、そうですねあの なかなか質の高い提言っていうのは、こう、ややこれまではなんか霞が関が最大のシンクタンクみたいに言われていて、なんか民間が言うことは、まあ、どちらかというとエソラ事というか、あの、現実が分かってないみたいな、そういうふうに取られることもしばしばだったわけですけど、まあ、そうではない、やはりこう、まあ、補正さん流に言うと愛のあるっていうことなんですが、まあ、僕流に言えば建設的な、<laughs> やっぱりこう、あの、 まあ意見というかコメント、オルタナティブっていうのを出していくっていうことはすごく大事なことかなというふうにやっぱり思いますし、まあ、そこは重要なところだと思います。えっとままだ,まだあのたくさんあの質問あるんですけれども、ちょっとなんかえっとあのなんかすごいたくさんありすぎてあの今ちょっとど,どういう質問しようかなというふうに思ってるんですが、あの一つですね。 えとかなり大きなテーマなんですけれども、これ、お二人にも関わるところなので、ウェストファリア体制による主権国家体制のお話について、まあ、このさまざ、あ、まなこのこう、なんていうんですかね、国際法上のダブルスタンダードみたいなもの、例えばその、えー、南北問題というか、まあ、その植民地支配とか、まあ、途上国におけるこの、まあ まあ今回のウクライナ戦争に関してもその、えー、ウクライナの問題には注目するけど、シリアとかイエメンとか、まあ、そっちの問題にはこの、まあ、注目しないといった、まあ、こういうダブルスタンダードですね、こういった問題が新しい国際秩序において、どのようなあの影響を及ぼすのか、まあ、国際正義っていうんでしょうか、国際的な大義の問題。 こういった問題は今後、多分あの今回のロシア・ウクライナ戦争においてもですね、あの多分にこう、表出した問題だと思うんですけど、これから国際秩序を作っていく上で、こうした、まあ、途上国との、まあ、ダブルスタンダードとか、こう先進国が主導するような まあ世論の作り方とか、こういったことをまあ我々もこのシンクタンクとしてこう何かあの発信していくときに、ちょっと気をつけておかなければいけないポイントかと思いますので、ちょっとこの辺についてお二人のお考えを聞かせていただきたいと思います。じゃこれ、ジンボさんの方からお願いします。はい、あの、日本は今回あれでしたっけあの非常任理事国に再び選出されたということで、はい、で安全保障理事会の議題とか決議って、まあ、ほとんどこの なんて言うんですかねアフリカ中東とかが多い、そこにまさにいろんなこう内戦とか難民避難民の問題とか、いわゆるこの平和の維持の問題があるということは、どれだけこの安全保障理事会の一員として世界のこの平和と安全の問題に責任を有するかということを改めて自覚することだというふうに思うわけですね。でその ニューヨークで国連安全保障理事会で行われている議論と日本の国会やメディアで行われている議論というのは明らかな落差があるわけで、うん、よりこの何て言うんですかね我々のこう認識の中で実は世界にはたくさんの問題があってそして我々はその常任理事国あの非常任理事国の一員としてそれらの問題にこう責任を持ってるんだという感覚で見ると今言ったようなこのダブルスタンダードの問題っていうのはだいぶこう 解決されていく問題じゃないかというふうに思います。うん、つまり、要はこう世界にはいろんなこの安全保障のプライオリティを持っている人たちがいてで、その持っている人たちと日本はやっぱり付き合っているという感覚が非常に重要なので、うん、えそれらの問題にやはり問題をあの認識して関わっていくことがあのできるかどうかというところが大きなポイントになるかなと思います。うんうん、なるほどありががとううございいますさんいかがでしょう そうですね、私は1980年代以降、新自由主義というもの、世界、グローバル化浸透する中で、ーファーに代表されるような、やっぱり富の偏在というものがもう来るところまで来たと思うんですよね。本当に一人にぎれの人に極端な富が偏在する。そしてさらには、イラク戦争のような世界最大の大国であるアメリカがやはり国際法をねじ曲げるようなあのことを行ってしまった。ですから、冷戦後の30年でですね、 まあ経済的な観点からも安全保障的な観点からも欧米の国際社会に対する信頼というのは大幅に低下したと思うんですよね。でその中で日本は例えば ODA とか積極的にティカットでアフリカの支援もそうですけど貢献してきたと思うんですがところがもうとにかく ODA も減らし続けてようやく最近少しあの戻してきましたけどもあのかつてのような形であの積極的に国際社会に貢献する意思はあっても十分なリソースを使ってこなかった。まあ、その中でやっぱりです、ね、あの国際社会がそのダブルスタンダ 先進国がきれいなことは言っているけれども、結局自己利益だけを考えて行動しているじゃないか、偽善じゃないか、まあ、この私はあの国際社会における正当性というものいや正義というものは大幅にこの30年であの傷ついてきているということに目を向けないと、これから同じようなことがまた起きてしまうと思うんですよね。でつまり今、ロシアやっていることはあからさまにその偽善というものに対して、疑惑つまり悪いことをするということに何でが、何が悪いんだと。 いうことを堂々と開き直った行動をとっていて、思った以上にやっぱりグローバルサウスで、まあ、それはそうだよねっていう空気があることを我々は真剣にやっぱり受け止めなくちゃいけないと思うんですよね。で、これを立て直すっていうのは私は数十年かかると思うんです。だけけどもこれれを立て直さなければ 本当に二度の世界大戦のような時代になってしまうと思うので、まあ少なくとも日本はまあそれを立て直す上であの非常に重要な位置にいると思いますので、まずはアジア諸国との信頼関係を回復することも含めてやるべき課題が多いんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。あのもうだいぶ時間も過ぎてしまいましたので、この辺であの質問のあの Q&A も終わらせたいと思いますが、あのまさに今おっしゃったようにやはり今後の国際秩序まあ 単にロシアの戦争というだけではなくてですね、非常に幅広いインプリケーションがあの今回あったと思います。あのロシアを支援するような国々がいること、またあの西側諸国の価値観が必ずしも国際社会の価値観とは言い切れない。まあ、その途上国、グローバルサウスから見れば、その 今回の話は、まあ、言ってしまえばその大国間の,あの争いでしかなくてあのその結果ですねあの例えば、えー、原油の価格が上がるですとかその食料が今、問題になってますけれどもそのウクライナから輸出されないことによって人々、まああの、特にアフリカ諸国なんかではこの小麦が足りないとかあの値段が上がって非常に苦しくなるというようなことも起きていると。と まあこれはあの一義的にはもうそのプーチンが悪いというかロシアが戦争を始めたものは悪いんですしあの国会を封鎖しているのも基本的にはロシアなわけですけれどもでもそれ以前の問題としてじゃあロシアが悪いと言ってればそれでみんなあのそうだそうだと喝采するのかって言ったらそうでもないっていうことも同時にやっぱり認識しておかなければいけないですしそういう中でこのまああの 国際秩序を考えていく上での、まあ、新しいこの価値観とか発想しかもこのグローバルサウスの人たちにもこの納得してもらえるようなこのアイデアっていうのをどうやって出していくのかっていうのがこれからの課題になるのかななんていうふうに思っております。 まあそういう意味で、まあ、ちょっと今日はあはやや大きめのテーマで、しかも、まあ、API の10周年記念ということで、あのこれまでの API のこう活動と、まあ、こ,のこれからのまあ考え方、特にこういった国際秩序の問題も含めてですね、あのやはり、まあ、あのこ 細かい政策の処方箋を書く。まあ、これはもちろん必要ですし、あの検証作業とか、あのいろんなこの問題点を指摘して、それについてのまあオルタナティブを出していくということも大事だとは思うんですけれども、同時にですね、やっぱりこういう大きな視座で世界をどう見るかっていう、この視座を持ったままですね、やはりこの日々の 政策課題に取り組んでいくということも大事なんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、それがまあ一通りであのできるというか、まあ、あの今日あのお集まりいただいたあの細谷さん、神保さん、そしてまあ私もあのこの、まあ、API で、まあ、今後もあの活動を続けていくことになりますので、まあ、あのこ,うこういうような視座であのこれからこの組織でもやっていくということで、まあ、皆さんにもあのまあ お披露目とか、まあ、先ほど、あの、初心表明とおっしゃってましたけれども、あの、まさに、あの、そういうつもりでやっていきたいというふうに考えている次第であります。ということで、あの、また、あの、いつもの通り時間が過ぎてしまいましたが、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。一応、あの、来、来、来週じゃないや、次回ですね、来月の、あの、えっと、告知ですけれども、来月は、あの、この API が、あの、国際文化会館と統合して最初の、あの、 えー、オンラインサロンになります。で、ちょっとまあ、あの、これ、あの、日程の都合上、あの、第3週、まあ、第3土曜日になりますけれども、 サントリーホールディングス株式会社の代表取締役社長であるあの新浪さんですね。まあ、まあ、このさまざまなところでいろんなあの提言をされたりあの、パブリックに発信されている方ですので、まあ、皆さんもよくご存知の方だと思いますが、えっと、新浪社長をお迎えしてですね、まあ、あのちょっとこれまではあの研究者の方を中心にあの地形学というのを学問的にまた、あの 政策分析というところから見てきましたが、ちょっとあの第1回目ということで、角度を変えて、地形学時代におけるビジネス、地形学、ジオエコノミクスというのは、やっぱり経済の問題ですから、民間企業としてどうやって見られているのかということ、これをあのちょっと、こういう視点からあのお話を伺えればというふうに考えております。おお楽ししみにしておいていいください ということで、あの、本日は、えっ、ー、と、あの、ちょっと特殊な、あの、提案方式でやらせていただきましたが、あの、細谷さん、ジムさん、今日は本当にどうもありがとうございました。また、視聴者の皆さんも、あの、えー、長い時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。では、あの、今月はこれにて終わりにしたいと思います。また、次回もよろしくお願いいたします。